はい、おはようございます。今日は谷さんからコースレッスンをしていただくんですけれども、ありがたい、はい、ありがたいですよね、はい、ここ慶応カントリークラブで、はい、谷正樹慶応ゴルフアカデミーという専用の練習場、うん、そう2階建てになってて、練習場の2階が谷さんの専用のスクールになってる模様です、うん、はい、まあ、行ってみましょう。はい、なんかもうこう三田の練習場と雰囲気で似てますね。すごい普通の練習場ですよね、ゴルフ場についてる。そうですね、うん、広いですね。200ぐらいある。そうです、ありそう。失礼します。あ、谷さんのね。おお、なんとこれやばくないですか。うん、超かっこいいんですよ。これですよ、これ。これ覚えてないですけど、多分自分のスイング見えちゃうんですよ。ここで贅沢。自分のスイングチェックがカメラあるもんね。カメラがある。でもこれ雨でも全然関係ないですよ。雨関係ない。雨関係ない。このなんかお立ち台、あ、パター練習だ。ある。うん、パター練習もちゃんとできます。でよくよく見ると、うん、部屋あるよね。こうウェイティングルームって書いてあるんですよ。ウェイティングルーム。めっちゃ涼しい。なにこれ。めっちゃ涼しい。あ、谷さん本ある。もう谷さんの本もありますよ。まあ、DVD もある。すごいねー。っていうか、ここ快適すぎですね。お、来た来た。谷さん、すいません。こちら。勝手にやらせてもらってます。とんでもないですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何のためにこれを作られたんですか。いや、もうやっぱりこう画像を見ながら自分の球も追えるみたいな、うん、まあ、普段はあのシミュレーションゴルフとかで近くのこういわゆる目の前のスクリーンに向かって打ってくるじゃないですか。それを直接こう実際の球を見ながらスイングも見ていきましょうよっていうような流れで、まあこの練習場にこう併設させてもらったんですね。そう、ゴルフ場の、ゴルフの、はい、で朝お客様たちはここでスイング調整をして、うん、お昼過ぎにまたあのコースレスでスタートするみたいな。ボールもビシッて並んでるんですよ、うん、なんかここがなんかまたおもてなしを感じます。感じる。海外のゴルフ場みたい。すごい貴重面すぎて気持ち悪いと思って、これは谷正樹さん のあそこのスタジオの会員の方だったら使えるんですか。あの会員の方たちとあと、うん、こちらの慶応カントリークラブ あのお客様たちも使えるような、まあ、レッスンの時に使えるような流れ。シャッター閉まるんですか。シャッター閉まって、雨の日はこうそこにネット引いてこう打てるようにしっていうにしたんですけど、まあ、ほぼほぼ使ってないんです、ね、やっぱもう雨の日でも開けてここから屋根になって打てるみたいな感じで。はい、よろしくお願いします。最近、はい、今日80来てそうっていう日がたまにやっぱ降るようになったんですよ。でも結果やっぱ水を超えちゃうってことなんですけど、なので今回は安定して70ダルを出せるため の練習とかも両方マネージメントなんかを教えてくださいです。わかりました。はい、でやっぱりその上手い人たちって何があるかってやっぱりまずはあのルーティンとかってやっぱあるじゃないですか。で例えばルーティンってそのショットを打つ前 の所作ありますよね、うんうん、でその所作のルーティンももちろん重要なんですけれど、その1日の中でのルーティンみたいなのもちょっと大切にしてもらいたいな、はい、例えばスタートがじゃあ9時からだったとか、はい、そしたらスタートの、まあ、どんなに近くても2時間前とか3時間前とかでできるんですけど、その時間を大体こう決めていただいて、はい、でゴルフ場に入るのは例えば、まあ、じゃあ練習場を含めて1時間半前に入るとか、でプロゴルファーとしては基本的には必ずほとんどの選手7割程度ぐらいが、2時間前に入るんですスタートの。でスタートの1時間前は練習場、練習に費やして、でそのさらに1時間前っていうのはアップ、ストレッチしたりだとかちょっと軽いこうあのウォーミングアップっていうのをやっぱやっていくっていうのがもう毎日毎日その積み重なるんですよ。で体を毎回毎回リセットして整えるっていうのが大切だと思います。だから、まあ、100以上打ってあの方たちとかはもうとりあえずそんなの疲れちゃって面倒くさいよっていう方もいらっしゃる
らっしゃると思うんですけど、やっぱり70代出すってことはそれなりのやっぱうまさ、何に対しても準備が必要だと思うので、うん、やっぱその、一つ一つのルーティーンっていうのをちょっと大切にしてもらいたい、はい、ということで、まずはストレッチ系、ストレッチ、はい、で、それは何をストレッチをやられますか、スタート前ってどういう感じですか。私はドライバー持って、はいはい、簡単なこういうストレッチやって ブーブー言われちゃった。もっと真剣にやってるんですか、もっとちゃんとこう。もっともっと顔は真剣ですよ。ちゃんと真剣に。あと、なんか、ここがね、パスタが良いんで、こういう。ああ、それはいいですね。これ、ピンポン。それすごくいい。これピンポンでもいいです。特にね、下がこうちょっとこうなりやすいから。そう、硬いんで。このストレッチとか、ぐらいですかね。で、でもそのご自身が持っているそのこういう外旋させるやつとか、そのちょっとなんかこうなんとなくふにゃふにゃストレッチあるじゃないですか、それも入れておいていただきたいんですけど、はい、やってもらいたいのが、まずやっぱりこう、結構ゴロクってこう首がこう動くんですよね。こう頭を止めた状態で体がこうやって回転させる動作が出てくるわけですから、はい、結構首にこうやっぱ負担がかかるんです。まずちょっと首のストレッチを必ず入れてもらいたいんですけど、あとは状態に対して腕っていうのがこうもちろんつながってるわけじゃないですか。だから肩周りですよね、のストレッチ。それからあとは前傾をこう取っていくわけですから、前傾を取ってこの股関節周り、ここ、うん、で股関節がこう動きやすくするためにちょっとこうお尻の筋肉を緩めるというか、こうしっかり伸ばしてあげるような筋肉、ストレッチっていうのが結構重要かなと思います。それもちょっと取り入れてみます。首、肩、お尻、股関節。はい、でまずその首自体はもう普通にもう手でこう軽く引っ張るというか、痛くない程度にこう伸ばしてあげて、まあ5秒から10秒ぐらいの感じでやる。そ反対側も当然こうやって伸ばす。そうですね。でも自分でちょっと引っ張ると少し伸びるの感じが違うと思うんですよ。でそれを今度やった後に単純に肩を回す感覚で、一番重くて一番短いくらいの感じをするんですけど、これでクラブをこの辺持っていただいて、はい、で後ろを気をつけながら、どちらかというと、こうもう直角にこう回す感じ。ええー、こういう肩もっと前に入って、そうしましょう、はい、で手を伸ばしながら、伸ばしながらこう、で反対回り。谷さんすげえスムーズに回ってますね。あ、そうですか。本当もう11歳からやってますなんかもう日本食いってますね、うん、5回回してで 反対回りで5回回してみたいな。であとは、こう椅子にこう腰掛けていただいて、こう、まあ、よくある、はい、膝を乗っけてでちょっと前かがみに、そうすると右の腰のこれって右の絶対股関節柔らかいですよ。いやいや、硬い。ちょっとこう前のめりあ、そう。で右のお尻今張りますよね。張ってますし、股関節も痛いです、はい、痛くない程度です。でそれをまあ10秒ぐらいずっとこうやって、でその間に今日やることですね。今日どういう感じ のスイングをしていこうかとか、はい、今日はどういう心構えにいこうかとか、なるべく前に前傾する。そうです、前にこう、はい。っていうような感じの今までのストレッチプラスそれをできれば入れていただきたいな。で全部やってもね、5分からまあかかっても10分なんですね。それでやります。という感じでストレッチをします。はい。はい、じゃあ次はですね、まあゴルフのコース初日の。ゴルフのコースの初めの練習場での、まあ、ストレッチやりました、はい、その後に、まあ、練習し開始するわけじゃないですか、はい、どういう順番でどういう感じでこう練習していきますか。時間帯はどのぐらい使うとか、はい、ドライバーから打ち始めるとか、15、20ぐらいのコースに転がってポンポン、50ぐらいのコースにキングか9番をどっちやったで、7番アイアン打って、UTT とどっかどっちか行くとして、多分ドライバーです。そこで、ちょっと現場を想定した練習場での練習の仕方っていうのをやってもらってるんですよ。で、おっしゃるとおり、その短いクラブからやってるのが非常にいいと思います。
でドライバー行ったら、今度は例えばドライバーで次のそのまあそこのゴルフ場がそんなに例えば長くないんだったら、ドライバー打ったら次ショートアイアンで乗らなかった想定したアプローチするとか、でまたすぐにドライバーをして1球ずつ、なるほど、2球も3球も打つと結構右行ったから今度この勝負になっちゃうじゃないですか。1球勝負でやっていくと結構プレッシャーも感じると思いますので、それをやっていただきます。それからもう一つ対策として、練習場に来るまでに、さっきあのゴルフ場見えましたよね、コース見ました？コースは民間ピンポイントざっくりですよ、例えばスタートホールを練習場来る前にちょっとさりげなく見とくか、例えば極端な右ドッグのスタートホールだとか、すごい打ち下ろしのスタートホールとかだっていうのが分かっていたら、それをやっぱ一番ホール緊張するじゃないですか、事前に練習場でその気持ち的な対策を練っていくっていうのもすごくいいと思います。面白い、なるほど、はい、であともう一つは、例えば、その練習場ももちろんできるだけまっすぐ使った方がいいんですけれど、あの前後の方たちに迷惑かからない程度の左右の振り、例えばちょっと左、あごめんなさい、右ドッグレッグだったとしたら、少しこう左側の練習場の端を狙って打っていく練習だとか、なんかそういう風にちょっとこう一番ホールないし、そのそこのゴルフ場での、これからこう緊張してしまうだろう対策をしとくといいかなというふうに思いますね。そういう考えはなかったですね。じゃあまず早速じゃあやってみましょう。はい、向こうのマンホール、あの排水口の手前、はい、はい、一番初めの練習の時に、この手前のラフの時にスタンスの幅をこうすごくぴったりさせて、でアプローチしてたんですよ。それ別に悪くはないです。できればちょっと広げといた方がいいけど、まあでもそれは悪くないです。で次の10ヤードプラスしたところの距離に対して見てたら、やっぱりスタンスの幅が同じように全く同じだったんです。で次40やってくださいって言ったら、何かこう、何でしょうかね、本能なんですかね。ちょっとスタンスを広げて、やられてて、で、まあ、まずまずの距離行ったと。もう一回20戻ったら、また狭くやったんだけど、次の30の時はちょっと広げてたんですよ。ってことは、こう、自分のこの距離に合ってスタンスの幅を広げてってほしいんですけれど、それが意外と、なんかこう、そう、やらない時もあって、言葉悪いけど、雑になっちゃう。あの意識してほしいのは、距離に応じてスタンスの幅が広がっていくんだっていうことを念頭に入れるんですね。短い時は、まあ、ちょっとある程度ちょっと上げといた方がいいけど、少し狭くしておいて、そこからちょっとずつ40、50、60、70みたいな、で7番アイアン、フェアウェイウッド、ドライバーみたいな感じでだんだんこう広がっていく、そうすることによってその広がった部分が体重の移動になっていく、量になっていくので、距離が出やすくなっていくっていうことなんで、そこをね、まずアプローチの中では気をつけていただきたいなっていう。はい、分かります。分かります。すごい向きに集まった。もうちょっとすると繊細になる。はい。っていう感じです。はい。はい。
リンゴルフニュースのお時間です、はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ以前ユッコが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の砦国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいてみんな楽しそうでした、はい、100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくれてぜひ応募してください。はい、はい、バイバーイ。